ソシオニクスの紹介をさせていただくときは、うん、めまいさんのいざよいブログのお知恵を授かりですね、うんはい、紹介させていただいておりますと、はい、いやこの僕は頭が良くないと思っているので、はい、考えるのが苦手なんですよね、うんうんうん、なのでこういうタイプ論とか、はい、突き詰めて考えられる人っているじゃないですか、はいはい、俺の友達のこのタイプがさとかって喋ってるのを見ると、うんうんうん、そんなのわかるかよ、うん、って思いながら、うん、でも結局こういうのを読んでいくと、うん、自分がいるとかって思うんですね、はいはい、だってやっぱりあるんだみたいな、うんうん、この自分のこの今揺れの部分が、はい、今日判明しますなぜ僕はこの、はい、グラ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 、うんうん、この突き詰めた論理的なものを目の前にするとグラグラするのかっていうところがこの内向論理、はい、16タイプのところで言うと、うん、まあ TI ですね TI です TI、はい、うん、内向論理とは物と物の間の客観的な関係を捉える見方でルールやシステムの制定などに役立ちます、うん、内向論理とは、まあ、先ほども申し上げましたが物の間、まあ、こととこと人と人の間に客観的な関係に関わっていると、うん、物の比較や分類をするときには物と物の間に一定のルールが必要ですと、うん、その一定のルールを理解したり作り出したりするのが内向論理の働きですと、うん、なんでその内向論理の解釈の一例としましては、物や法や規則、システム、うん、管理体制などを作ったり見直したりあるいは従ったりする、うんうん、大きさ、強さ、距離、価値、質など客観的な基準を立てて比較する、論理的に一貫しているか矛盾しているかを認識する、うん、分類や体系化を行い当てはめる、こういう頭の使い方、うん、考え方をするときはあなたの中の内向論理が働いているときです、うん、僕もこれやりますけどね仕事のときとかは、はい、でこれが、はい、やってないとちょっともやっとするって話ですよ。あ、もやっとはしませんやらなきゃなのときはやりますけど、うん、多分もやっと、もうなんかここをちゃんと分かってたいみたいな。で内向論理のキーワードとしては、うん、構造、分析、うん、一貫性、うん、言行一致、説得力、うん、合致、見合うこと、はい、理解、秩序などがあります、はい、で、まあ、今ここに挙げているのが、うん、ま、内向論理の強弱ですね、はい、どのタイプも内向論理を通した見方、はい、考え方をしますと、うん、僕もちゃんとやります、うんうんうん、ただそれを得意とするタイプと、はい、苦手とするタイプがいますと、うん、で僕は初め自分がこれだと思ったのが、うん、ESE ですね、うんうん、弱いんですよ、はい、で、うん、これですねって言われてあーって納得したのが、うん、IEE なので、はい、結局弱いんですよ、うん、はいなんかねやっぱりここからも、うん、このソシオニクス、うん、4つには絞れますよね自分が。あ、まあそうですね、はい、その論理を大事にしているか、うん、とか苦手だとか、うんうんうん、使ってないとか、うんうん、てかまあ人を見るときでも、はい、やたらそのエビデンスエビデンス、まあ辻褄を合わせたいんですよ。あ、なんかそこにちょっと矛盾があるなっていうのは、はい、矛盾を解消したいんですよ。なるほど、はい、なんでよくここで起きるのが、はい、え、わかるじゃんって、うんうん、いや分かりませんみたいな、うん、一緒じゃないですかって、うん、だとすると一緒っていう説明をしてくださいなんですよね。感じてくださいよそれはって、うん、何がどうなるからどうなってるっていう、なんとなく一緒じゃないですかってっていうのを多分こう話したいというか、はい、分かっていたいみたいなっていうところですね、はいはい、で内向論理が強いタイプは物事のシステムルールをすぐに理解しますと、うん、逆に弱いタイプはルールにどうしても従いたくなかったり、うん、一貫性のない行動を叱られたりして苦労した経験があるかもしれませんと。わかる。これがね、はい、なんて言うんだろう、あの内論理的に考えるのが弱いと思ってるから、はい、従いたくないって思ってるのか、
僕はどっちかというとそっちかなと思ってるんですね。要はこの論理的に考えたら、うんうん、考えて勝負しようとすると負けるじゃないですか、うんうんうん、ただその土俵には立ちたくないんですよ、うんうん、だからなのか、うん、どっちなんでしょうね。まあ、どっちかだから得意だか、ね、この得意なものを使いたいからこれを捨てるのか、はいはい、こっちが苦手だからこっちでって、まあ、どっちもありそうじゃないですか。なるほど、うん、でもなんかこれを書かれるとね、なんかバカだって言われてるみたいでチッて思うんですね、うん、多分でもまあそこで勝負したくないからって話ですよね、うんうん、自分の得意分野で勝負しようみたいな。でも得意分野ってあるのかなとかっていうのはちょっとあるんですけどね。でもこれの理論でいくと、まあ、あるわけじゃない、外交でも感情とか。今結局は、うん、いかに思考的に考えるかじゃないですか。論理的思考がもてはやされてる時代ですよ、はい、もてはやされてるかどうかあれですけど、コンサルですよ。コンサルはでもどっちかっていうと感情をコントロールする人たちですからね。論理的にね。だから論理的じゃなくても感情を支配できれば強いんですよ。あ、確かにね、なんかね、うん、お医者さん、はい、もうどっちかっていうと感情的な人の方が多いなんていうのはよく言いますね、はいはい、要はお医者さんなんてこう相手をどんだけ安心させるかじゃないですか。で、論理的な人には論理的に説明しなきゃいけないだろうけど、はい、もうがんになって不安だみたいな人は大丈夫だから私に任せなさいみたいな人の方がそれを言ってほしい、それを言ってほしい確かに信頼されると思うんですよ。あ、この人は不安なんだろうなって。あ、確かに、うん、成功確率は 20% ですけどって言ってほしくないんですよ、うんうん、うまくやりますって言ってほしいんですよ。うまくもう全力を尽くす、絶対の私が何とかしますって言ってくれる人の方が絶対いいですよ。絶対いいじゃないですか。 20% ですけどって、うん、まあそれぐらいですみたいなこと言われると言わないでなんですよ、うん、はい、では、まあ、上から順に自我、超自我、超異度、異度というのが、まあ、この左のところに書いてあり、はい、でまず自我ブロックの内向論理ということで上から順に各タイプの紹介をしていくんですけど、うん、モデル A の1行目は自我ブロックですと。なんで、はい、まあ、これで今挙げているもので言うとファースト、セカンドが、うん、自我ブロック、うん、そのタイプの個性やアイデンティティを表す部分ですと、うん、自分でも上手に扱うことができ、うん、価値を感じており、うんうん、意識していますと、うん、勝った気でおんのか。あ、何がですか俺は思考型だぜっていやいや、これマウンティングか。どういう仕組みになってんだろうなって考えてましたそんな仕組みなんてどうでもいいんですよとはいえ、はい、はい、で主導する機能、うん、内向論理、まずこのファーストからですね、はい、LII と LSI、うん、強弱でいうと強く価値も高いと思っている、うん、主導する TI を持つ彼らは論理を通して現実を眺めており、うん、物事の正確性と妥当性をすぐさま認識し現実そして自分の見方と行動のシステムの中に物事をうまくはめ込みます、うん、新しい情報や体験について論理的な主張を自由にしばしば誇張を交えて行いますと。例外のない法則を最も高尚なものとしており、それが共同体の規則であろうが自分の法則であろうが、うん、もしくは他人のルールでもあってもいいが、うん、一連の法則に従わない人や物に対してはいつも批判的ですと。他人のルールを採用することはできますが、最終的な決定は自分の法則に基づいており、うん、自分の法則を常に洗練させていますと、うん、当たり前の基準が高いのでしばしば厳しい、かっこめんどくさい、煙たい、うんうん、と思われますと、うんうん、そうですよ、規則なんてクソくらいですよ。人の、まあ、多分そうですよ。規則なんてクソくらいというか、はい、まあ、僕も規則は、あ、多分僕一番下だから、ね、そうなんですよね。ちょっと違うんですよね、はい、またこことは、はいはい、だけど、まあ、そういう、もう完璧にしときたいみたいな人じゃないですか、価値観的にも、はい、心情的にも、はい、こんなとこからパンクロックが生まれんですよ分かんないですよね分かんないですけど、はい、今なんかそれっぽいことを言ってますけど、はいはい、ノーベル賞は生まれるかもしれないですパンクロックからもノーベル平和賞は生まれます、はいはい、まあ、物理学賞は出ないでしょうけど、はいはい、
でもまあこういうところから iPhone とかが生まれるんでしょうね。いかに洗練されてるかを突き詰めるみたいな話ですよね。はい、うん、確かに、うん、では自我ブロックの、想像する機能、内向倫理なんで ILE と SLE ですね、はい、の紹介、この想像する機能×内向論理、ILE と SLE、論理的な一貫性や体系を重視しますと、自分が経験したり学習したりしてきた一連の現象を説明するため、論理体系化や公式化を簡単に行います。しかし、論理体系あるいはそれに基づく説明は永久的でもなければ包括的なものでもありません。新しい経験や情報が加えられれば変わることもありますし、あっさり切り捨てられることもありますと。ただし、この LII、LSI ほど自身の持っている体系を絶対視しませんと。この2つのタイプは体系は変わることもあるし、全てを説明できるような完璧なものでもありませんと、若干柔軟、っていうかまあ、ああそっか、この人でいくと、まあ、直感と感覚の方が優先度が高いって話ですもんね。使えるけどっていう、使えるけど、まあ、こっちが優先で2番目みたいな感じじゃないですか。はい、なんかね、その辺の人がね、はい、現代社会は有利ですよ。僕なんかからすると、まあ、完璧に論理よりもみたいなところですね、な感じはなんとなく、はい、するんですけどね。いかがでしょうか。はい、なんかね、やっぱね、論理は持っていたかった。あ、ごめんなさい、なんかもう愚痴が始まってすいません。